世界キックボクシング協会はキックボクシングの世界王座認定団体の一つ。1976年にアメリカのプロカラテ協会から分離独立した。かつての団体名は世界空手協会。全米プロカラテを主に管轄していた。本部はドイツのカールスルーエに、事務所はイングランドのバーミンガムにある。現会長は ドイツ人のクラウス・ナニマッカー。なお、野口治が創設した世界キックボクシング協会、フルコンタクトカラテ指導官ルール統括競技団体の世界空手道連盟とは別の団体である。プロ、アマそして男女両方のランキングを作成している。男子18階級、女子5階級。ただし、ベイカントのランが目立ち、ランキングの更新も非常に遅い。世界王座は、 キックボクシング、フルコンタクト、無タイの3種類がある。また、世界王座の他にインターコンチネンタル王座や地域王座の認定も行っている。プロ以外にもアマチュア競技の大会の開催や普及にも積極的に力を注いでおり、アマチュアの世界選手権も開催している。世界キックボクシング協会は、1976年10月に世界空手協会として、 ハワード・ハンソンとアーノルド・ユキーデによって創設された。ハンソンは小林流空手の有段者でマイク・ストーンの弟子だった。1983年9月23日、ロブ・カウマンがジョン・モンカイをの持つ若世界王座に挑戦。ローキックで 3RK をお勝ちし初のヨーロッパ系、キックボクサーの若世界王者が誕生した。ハンソンが1991年に若を カナダのデール・フロイドに売却したのを機に、北米における和歌の活動は衰退していくことになった。1994年に、ポール・イングラムが和歌を掌握し、イギリスに本部を設置したことで、同年1月に、オランダのフレッド・ロイヤースやフランスのジャンポール・ミレーといったヨーロッパ系の重役が辞任した。1970年代は全日本キックボクシング、協会、 1980年代は全日本マーシャルアーツ連盟。1990年代と2000年代は全室の両団体の流れを組む全日本キックボクシング連盟と業務提携した。1987年夏の全日本キックボクシング連盟設立後に同団体の実質的な権限を握ったのは金田敏夫だった。金田は他の工業会社での勤務歴が長く、 工業に関しては経験が深かった。加えて自身が専務を務めていた日商という会社に日商エンタープライズという会社を作らせて自らが社長に就任した。この会社は強力な工業会社であったため全日本キックボクシング連盟の実態と目された。その後、金川全日本キックボクシング連盟の代表という役職を名乗るようになっていく。また、 金田がかつて勤めていた会社の一つに、オールジャパンプロモーションという工業会社があり、和歌と提携していた。このコネは全日本キックボクシング連盟に引き継がれ、当時全日本キックキックボクシング連盟の理事長だった藤田真は和歌の副会長も兼任した。全日本キックキックボクシング連盟は、日商エンタープライズの潤沢な資金と和歌との全面提携を活かして、 これまで呼べなかった世界のトップ級の選手を次々と日本に招聘し、それを売り物にした。この時招聘された選手には、モーリス・スミス、ロブ・カーマン、ピーター・スミット、アンドレ・マナートなどの選手がいた。スミスに関しては、過去に全日本マーシャルアーツ連盟が招聘したことがあったが、スミットについては、キックボクシングの試合のために招聘したのは全日本。 キック・キックボクシング連盟が初めてだった。2015年4月、谷山ジムの会長で、ビッグバン代表、谷山どしおが、和歌日本代表就任。2007年11月24日に、和歌会長のポール・イングラムが、和光が、ゲイス不公認のキックボクシング団体に選ばれたことについて問題があったと和歌のウェブサイト上で主張した。 競技としてのキックボクシングは2006年4月7日に韓国ソウルでゲイスフに承認され、その競技管轄団体には和歌、和光、イアクサの3団体が申請し、最終的に和光が承認された。しかし、イングラムによれば、選考日前日に和歌に知らせず、イアクサが和光に加わったことは、構成を書き、民主的でないという。イアクサは、 和光から派生した団体だったことと、イアスカがゲイスフ加入の申請書も申請料3000スイスフランも用意していなかったことから、和光とイアクサが和光を出し抜いたと主張している。和光は、キックボクシングと空手のみならず、様々なスタイルの格闘技の競技を行っているため、競技が細分化されている。ここでは、格闘技の簡単な概要を記述し、詳細は、 和歌公式ルールブックを参照することをおすすめする。キッズやジュニア部門に当てはまる年少の競技者でも行える競技も行われている。空手組手競技、セミコンタクトライトコンタクト和歌は空手の団体でもあるため、空手の競技の一つである形競技から発展した演舞競技がある。様々なスタイルに細分化されている。ハードスタイル、 韓国スタイル空手形スタイルソフトフォームフリースタイルミュージカルウェポンズウェポンノーミュージックベテラン伝統派エクストリームフォームス伝統派団体型フリースタイル自由型日本では和歌は基本的にキックボクシングの団体として知られているため日本人にとっても馴染みのある競技であるフルコンタクトキックボクシングムエタイオリジナル和歌キックボクシングアマチュアではフルコンタクト キックボクシング、ムエタイ、K1 といった直接打撃性の競技に関しては、下記の体重別階級制度が取られている。なお、下記の階級表は、アダルト部門のものである。他に、キッズ、ジュニア、ベテランと3つの年齢で区別された部門がある。そして、それぞれの部門によって階級性が異なる。ありがとうございます。